はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、 R です。お久しぶりになってしまいましたね、ごめんなさい。ディノクライシス、ちょっと恐竜見学してくるのパートが12だと思うんだ。じゃあやっていきましょう。前回のあらすじとしては、忘れたわ、もういろいろやって、あ、こっちだったっけ、あ、いいのか、いろいろやってメインエントランス行ってヘリポート行って、まあ、脱出しようぜっていう話なんだけど、このゲームカプコン製ですよね。話によるとカプコン製のヘリコプターっていうのは大体撃墜されるっていうらしいじゃないですか。まあ、精度はともかくとしてね。さて敵が、お、いきなりムービー、あ、またプテラノドンさん、いや、ギャーじゃないよ、俺は逃げるぜ。大体これボス、結局危ない、いきなり行くよ、おおおおお、旋回旋回旋回、やかましいわ、うん、危ない危ない、これジグザグにいて死ぬ。じゃあどっち、これか、回復剤ダイを使おう、そしてマックス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 、そして逃げる。これでヘリポートを連絡する、ここは初見の場所だよね、どうなることやら。う、なんか嫌な音がする、みちみち音、ん、ゲートを開ける装置だ、開けなくていいんですか、あ、裏から開けてくれたってことなのかな。ううううう、うわあああ、びっくりした、ちょっと久々にやるし、いって、うおー、何、止血剤を取りますか、今さら止血剤取ってもしょうがない気がするけど、うお、危ない危ない危ない、よし逃げろ逃げろ、ここでいいのか、鍵がかかっている、うっそ、こっちか、よし、格納庫、ヘリコプターの格納庫とかかな、武器の格納、お、敵の音はしないね、ゆっくり進んだ方がいいのかな、これ怖いな、ん、イグジストだけどいけないぜ、もしかしてここでまたパズルゲーかな、曲的に結構急ぎなさ、暑いな今日ね、急ぎなさいみたいな感じなのはあるんだけど、いいのかな、ここか、うん、あ、ヘリコプターって書いてあるね、よし、じゃちょっと登ってもうちょっと探索してみましょう。いやー、ちょっとね、日が遅れ、ん、一定に保つの空調器、こういう無駄なものにも説明がついてるって面白いですよね。これはなんだ、なんでもないか、まあ遅れた動画の更新が、お、グレネードガン、お、来たね、お、ヘッケラー&コッホ、まあ、コックとかコッホとかいろいろ読み方ありますよね。小型のグレネードピストル、しかし弾がない、おい、ちょっとやめろ、これあのグレネード弾を取ります、ちょっと今声を かぶせないと俺どこに住んでるか分かっちゃうんじゃないかな、これ、あれでもちょっと待って、行けるところがなくなったんだけど、よし、なんとかかぶせるのは終わったから、まあ喋らなくてもよくなったんだけど、これどうしようかな、どっか登れる、あ、押せる、なるほど、あ、あ、やばい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 、まずい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 、これこれ違うだろう、違う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 、これを大丈夫か、いいのかな、これで、で、この右にあるのを押し込め、いいよ、そんなに押さなくたっていいじゃん、これ、これ、これを押せれば、あ、大丈夫そうかな、敵もいないし、よかったよかった、グレネードガンね、使う日あんのかな、トゥームレーダーでは確か使わなかったんじゃないかな、フォークリフトが動かす必要はないだろう、え、ちょっと待って、俺はイグジストに行きたいんだよ、イグジストに、え、ちょっと待って、俺をイグジストに導いてくれ、え、どうしよう、あ、いかん、間違えたか、俺一回戻るか、ん、ん、なんだこの木箱って、もしかして乗れる、これ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 乗れないな、どうしよう、積んだ系だな、どうやら
もう出口が見えねえんだよ。フォークリフト動かす必要ないだろう。っていうかぜひ動かしてくんないかな。あー、じゃあもう一回出てもう一回やり直すか。これはさすがに押せないか。鉄の木枠は押せなさそうだ。そうすると、どういけばいいんだ。こう、これをマックスまで押し込んで、あ、俺また違うか。あ、いいのかな。で、これを下に押すだろう。で、そうしたら右下の木箱を中に押し込ん、右の端に押し込んで、で、そしたら真ん中の木箱を上に持っていけばいいのかな。それしかないか。まあ、X が言うにもパズルゲーはまあ楽勝だって言ってたしね。てかさ、これ終わりに近いんじゃないの。まあ、ヘリがぶっ壊れてくれればまだまだ先は長いんだろうけど、ヘリで脱出しちゃうとさ、俺のディノクライシス終わっちゃうんだけど。あ、いけたいけた。フォークリフト絶対動かす必要あったでしょ。弾は、お、グレネード弾、うほ、いただき。グレネード弾ね、あんまり使う機会ないんだよね。特に道具がないか。ここはヘリポート、よし。お、ムービー来た。 You okay, Regina? Where's Gail? I don't know. Haven't heard a word from him. What's he doing? あ、そういえば片付け物があるっつったよね。お、来た来た、カップの線のヘリ。 Finally. You know, I had a really bad feeling about this mission. All things considered, it could have been a lot worse. 大丈夫か？プテラノドンとかさ、テイレックスとか。 That's odd. Something must have those animals spooked. え、なになに？うわー、来ちゃった来ちゃったよ。実は割ってほしいと思ったんだけどさ、短くてもいいかななんて思ったんだけど、どうすんだこれ。おい、ヘリ助けろ、機関銃で。あカプコン製のヘリはまあその伝統にっていうか、これさ、昔のゲームだからさ、こういうことがあってさ、歴史と伝統のカプコンヘリなんだろうね。おう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 、さて困ったぜ、逃げるか。おい、内側から鍵がかけられている。誰だよ、鍵かけたの。引き込むんじゃねえよ。これボス戦か。お、弾がある、いただき。回復剤大、いただきます。で、おお、怖い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 、いて、こいつ滑ってくんだけど。よし、裏取って。お、こっちになんかあるぜ、逃げよう。は？嘘だ、お前。やめろやめろやめてくれ。よし、足の下を通る高等テクニック。時間なんか稼げねえよ、ふざけんじゃねえよ。厳重にロックされている。マジ救いねえんだけど、このゲーム。うわー、やめてくれ助けて。ちょっとこんな、だって人間一人にさ、やめてくれよ。完全回復剤、回復剤、あー、これか、回復剤大。じゃあグレネード弾をさ、せっかくだから使ってみようか。これでグレネード弾装備、よし、行くぜ。ほら、クーラーやがれ、見えないけどクーラーへ。当たってる？ほら、当たってるか、地味。ほら、逃げろ逃げろ逃げろ、よし。あ地味だな、やっぱデビルメイクライみたいにさ、派手す、爆発に派手さがないと。あ、いちいちリロードが合わない。これなんで緊急回避ないの。なんかさ、前転ぐらいしたっていいじゃん。ほら、よし、何なんだこいつ。あ、頭切れた。おう、
オッケーオッケーオッケー、すげえ。ハッカー使ってんのあれじゃない、スナイパーライフルじゃねえの。俺にもそれ俺にもさ、それ使わせてくれればよかったんじゃないの。あー痛い痛い痛い、ごめんね、レジーナ。もうちょっと頑張って、なんとか逃げ切れるはずだから。グレネードラン役立たなかったな。連絡エレベーター2号機ですね。途中で止まっちゃったんじゃないの。施設連絡地下通路。まあなんとか生き残ったみたいだけど、どうなの。こう都合よくさ、この連絡通路の廊下にさ入れたからいいけど、途中で止まっちゃったらどうすんのこれ。劇場版バイオ、お、何ですか。あー、落盤が、お、ちょ、あ、まずい、ちっちゃい恐竜、やめてくれ。どこ行けばいいんだよ。待ってくれよ。これ行き止まり？行き止まり。危ない。ここは連絡エレベーター1号機か。行くべきところが、おっと、また修理？そうしたらここにはまだ来れないか。何かすればいいんだね。一応大火って、あんたそれしかできないじゃん。武器さいらなくない。そうしたら俺にくれりゃいいじゃんねえよし、資材庫。結構苦しそうだな。マップは？特にわからんか。怖えな。この小さい穴から恐竜とかできそう。あらら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 。まずい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 。行き止まりだよ。やれるか。あれ？なんか入ってった。なんか悪いことしたかな。あ、こうやってぐるぐる回ってんのか。何これは？搬出用パスカード。このカードのないスタッフはエレベーターの作動に多くの制限を受けるようだ。それと修理とはまた違うんじゃないのか。麻酔素材。そうしたらこの人の指紋取っとこうか。何に使うか分かんないかな。まだあるでしょ指紋採取消滅器。相変わらず言えてねえな。逃がしてもらうぜ。あ、他にも何かあんのかな。危ない危ない。いや、まだあったで。どうもこのこいつらはそんなに攻撃してこないのかな。攻撃してこないなら利口だけど、でも追っかけてくるしな。おい、14分カットはちょっと挟んでるから、でもまだもう少しいけるかな。どうすかハッカー。え、修理してる。待って、俺どうすりゃいいの。出口が目的のポイントないしな。エレベーターぶっ壊れたでしょ。あ、もしくは戻れんのかな。あのパスカードって何だった。搬出用大型エレベーターを B3 まで動かせるってことは、これ戻れんのかな。もしかして大丈夫。これ追いつかれてはいないか。よし、大丈夫。 OKOKOK。じゃあその搬出用エレベーターって壊れていて動かない。うほ、どうしよう。おい、どうすりゃいいんだ。道がないぜ。だって落ち着け。マップ救いはないんですか。マップがないです。ん、工事関係者以外立ち入り禁止。立ち入りって何や。
まあ、まだコンティニューいっぱいあるから地味に探索していくか。なんかあるでしょ、この辺探してれば。まあないと困るんだけど。なんかないの？あ、メモを残している。 OK。 一体どこから現れた。爪から逃れて地下まで来た B さんの港。地下から港、船で逃げるか。これでフラグが立ったのかな。この恐竜本当何もしてこねえな。マジ優しいんだけど、超友好的なんだけど。だからって買おうと思ったらダメですよ。ジュラシックなんとかではね、少女がひどい目になってたからな。ぐっちゃぐちゃだったからね。これでリックが機械を直してれば万々歳だ。どうですか。もうゲイルなんかどうでもいいからさ、帰ろうぜもう。お、やっぱフラグだったんだね。おすげえ、さすがハッカー。お前の片手はすごいな。くれ俺に。喋んない、俺喋っていい。そう、まあ投稿が遅れたのもちょっと旅行してたんですよ、家族でね。まあ旅館とかなんだけど。あ、またあ、ここに戻ってきたのか。どうする。うん、そう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 、港にね。これさ、今答えとしておかしくなかったか。大丈夫かしら。そうだな、早く行こうって。外人はやっぱりアクティブなんだな。そう、旅行行ってさ、ちょっとまあ良かったんだけど、その場所は父親のさ、いびきがすごくてさ、俺寝れなかったんだよ。旅館行ってさ、ゆっくりするのにさ、いびきで寝れないってどういうこと。俺死ぬっていうの、本当にリアルだったら死んでるぞ。あ、停電。オーバーヒート、うっそ。お、有電源。お、ゲイル。なんでだよ。なんでそこにいるんだよ。すげえな、ゲイル。なんでもできんじゃん。つか、一人でくれよかったじゃん、そしたらゲイル。俺たちいらなくね、レジーナもさ、リックも。死んじゃったさ、二人も。さて、このまま済むとは思えんが、ぼちぼちセーブしてえな。おい、そのカップにやろ。ああ、大丈夫か。This battery's completely dead. ああ、バッテリーが。何？じゃあ今度俺バッテリー持ってくんの？バッテリー？ちょっと待ってよ。何？もう一回。メイン電源は稼働停止している。修理はできそうにない。だからバッテリーを取り替えればいいんだろ？結局。それは別に難しいことではない。というか、もうさ、バッテリーがあればいいでしょ？替えの。じゃあ今度はバッテリーを探す。お、スラッグ弾。うめえ。なんだかんだで、ショットガン、ん？あ、揺れてる？違うか。なんだかんだでショットガンだよね。何かの燃料があるらしい。ここは？ドアを開く動力を供給する電源が落ちているため作動しない。オッケー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 。じゃあここは行けないと。やっぱ行けないところがあるっていうのはね、いいね。探索の仕様がないから別のところに行けばいいという選択肢を与えてくれる。何を言ってるかわからないかもしれないが、俺は理解してるんだぜ。じゃあここは？お、グレネード弾。あんまりグレネード弾もな、使えなかったしな、ちょっと心配。ここは？あ、ここもダメ。そしたら、ちょっと待って待って待って。いや、なんか変なものがなかったか？これ。
恐ろしい力が伝わったらしい。爆発でもあったのか、ガソリンの匂いがする。なんだ、俺てっきり T-Rex の突進かと思ったよ。そうしたらばどうしようか。もう一個扉あったっけ。あ、ここはいける。これは予備電源室。また予備電源室か。おお、暗い、狭い。まあとりあえずここに恐竜はいないでしょう。いたとしてもちっちゃい恐竜かな。あ、またバッテリーがない。ん、レベル C 以上のキーカードが必要だ。バッテリーを取り出しますか。え、取り出せんの。はい、ああ、キーカードが必要。どういうことなの。俺キーカードなんて持ってたかな。ああ、ちょっと探してみるか。お、OK、OK、スラックダウン。武器が出てくれるのはありがたいんだけど、これ以上武器があっても嫌だよね。怖い。ちょっと待ってね。ああ、違う。ここ。ああ、ダメだ。もう開けられなくなってる。キーカード。あったかな。バッテリー指導。小型通信研究員。パスカード。ダメだな。そしたらば、このバッテリーを、なんだっけ、彼に渡してみよう。ただし、ぶっ壊れたのはさ、白じゃなかった気がするんだけど、大丈夫かな。あ、大丈夫か。さすが。お、それぐらいを、でも俺でもできたぞ。おお、バッテリー回復。ふむ。そうしたら、じゃあ一刻も早くセーブをして、私はぼちぼち終わりたいんだが、セキュリティの方はなんとかするっつってたからな。ん？搬出エリアの鍵？持ってたっけ？これ搬出用パスカードしかないんだけど。あ、もうこれしかないのか。重要アイテムが。ID、身分。じゃあこっちじゃダメか。セーブポイントが欲しいな。そしたらじゃあリックの後を追っかけよう。どこだったっけ、こっちか。なんかあるかな。お、制御室。オッケー、セーブきた。じゃあ、あ、スラッグ弾は持てません。あ、ミックスは終わってからでいいや。お疲れ様を言ってから勝手にやっとけばいいか。じゃこれだ。クレーンカード2。ん？カードによって無人でクレーンの動きを制御する。他のフロアのクレーンには使用できないようだ。え、またちょっとよくわかんないんだけど、どこのこの B3 のクレーン。また謎ゲーが来てしまったな。1個のプラグすら俺は持ってない。貯めときゃよかったのかな。ん？これはセキュリティの割愛を示すグラフ。難しくてわからん。これ落ちるっしょ。お、プラグか。ここでプラグでしょ。黄色か赤か。あ、これは3個のプラグか。無理だな。ここは？お、何？セキュリティを端末するため、なんかメモがあるぜ。一般兵器の武器コンテナを港より搬出する。お、これか。クレーンの整備は今週中に済ませておいてほしい。 DDK を渡しておく。ん？どこに DDK があるんだ。あ、アランさんが持ってんだ。一般兵器庫。そうは言ってもだな、俺には何も持ってないからな。
クレーンカード使えないでしょ。これいちいち使うところと使わないところがあるからさ、まあ紛らわしいっちゃ紛らわしいよね。リック、お、ま、なんかまだある。これは B さんクレーンカード1。うん、すごいね。やっぱハッカーはこういうセキュリティとかをそのパスするためのパスすることが生きがいなのかな。だったらみんなさ、世の中のハッカーはさ、そうやって仕事すりゃいいのにさ、ね、せっかくそういう才能があるのにもったいないと思うんだけど、まあいいや。じゃあ今回はこれで終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。